LC と RC が英国販売終了理由は規制対応。レクサスの英国部門は、2ドアクーペの LC と RC をラインナップから外し、販売停止した。自然吸気 V8 エンジン搭載車を英国から撤退させたことになる。両社の販売年数は長く、LC は7年。 RC は10年とライフサイクルの終わりに近づいていた。現地の広報担当者は撤退の理由として、法規制とホモロゲーションの課題を挙げている。具体的には明らかではないが、欧州の安全規制 GSR2 や新しいサイバーセキュリティ規制、あるいは排出ガス規制のいずれかの影響と考えられる。 兵士が調べたところ、両者は欧州市場でも間もなく販売終了する可能性が高い。ドイツやフランス向けのレクサス公式ウェブサイトでは、まだ両者の情報が掲載されているものの、英国サイトからは削除されている。LC と RC の撤退により、レクサスの欧州ラインナップは SUV が中心となる。 LBX, UX, NX, RX, RZ とともに、セダンの ES と LS、ミニバンの LM が残るのみ。そして、少なくとも英国では全モデルが電動化され、ハイブリッドもしくは EV。自然吸気の 5.0LV8 エンジンは LC、RC とともに引退する。これにより、英国ではフォードマスタングと、 シボレーコルベットの2車種のみが自然吸気 V8 を搭載した量産車となる。LC は2017年から V8 または 3.5LV6 ハイブリッドが販売されており、2020年にはソフトトップのコンバーチブル仕様が追加された。英国での累計販売台数は624台。 RC には発売当初から4気筒ハイブリッドが用意されていたが、2020年には廃止され、最高出力 473PS の V8 を搭載したハードコア仕様の RCF のみとなった。英国では10年間で2600台が販売された人気車だったが、昨年わずか15台、 2022年にはわずか12台しか販売されなかった。